フォードキネティックデザインとは2007年発表のフォード・モンデオ2008年発表のフォード・クーガなどで採用されているフォードのスタイルテーマとされたデザイン。採用例、フォード・モンデオ採用例、フォード S マックス採用例、フォード・クーガ・マーティン・スミスが率いるフォード・オブ・ヨーロッパのデザインチームにより考案された。2005年、スイスでのジュネーブ・モーターショーにて公開されたコンセプトモデル。 サブコンセプトで新デザインテーマのキネティックが提案された。そして同年のフランクフルトモーターショーにおいてフォードキネティックデザインの概要が発表され、以降のフォード社へ順次採用されることが明らかにされるとともにデザインコンセプトモデル、用質が出品された。針のある曲面とエッジの効いたラインを組み合わせたグラフィック及び台形に開口したバンパーインテークを特徴とし、 それまでのデザインテーマであったニューエッジデザインの進化型とも取れる。もともとキネティックデザインは報ードオブヨーロッパの開発者にて用いられたスタイルテーマであり2009年時点でアメリカやオーストラリア等にて開発された報ード車にはバンパーの衣装に用いられている車種が一部にあるのみで本格的な採用はされていなかった。2013年現在はアラン・ムラーリ CEO による 全世界で同一モデルを販売するワンフォード戦略にのっとり、アメリカやオーストラリア及び日本などでもキネティックデザインを採用した車が販売されている。キネティックデザインを採用した最初の市販車は2006年に発表された S-MAX。その後、2007年にフルモデルチェンジしたモンデオや2008年発表のクーガ及びフィエスタにも採用。 また2007年にマイナーチェンジを実施したフォーカスもヘッドライトやバンパーの衣装にキネティックを採用するなど報道者全体に採用の幅が広がっている。ありがとうございます。